で、角が立ちやすくなっちゃう。その結果走る。一番ね、単要素が強くなるのがフロントサイドからバックサイドへの切り替えの時。大概みんなね、こっからこの切り替えの時に、いくつかのミスがいっぱいある。一つは、フロントサイドからバックサイドってすごい回しやすい。簡単なの。だから、間がね、短い。間がね、作れない。でもフロント、ね、このバックサイドの状態からフロント落ちるの時って難しいよ。一回絶対こうドロップしないと回ってこないから、必然的に、結果往来的に間が作れる。移動がね。うん。ドロップ難しいから。曲がりづらいから。でもこっからでもう体もひねられるし骨格上すごい回しやすいのバッと。で曲が作れない。だからその移動のここがもうフルスピンになってる。せっかくこっちのフロントサイドの方は、ね、トップスピンで来てるのにこっちがフルスピンになってる、うん、でそれを抑えるためにやっぱりちょっとのタイムラグを作ってあげないと等しくならない。骨格が違うからサイドウェイスタンスだから前と後ろだからスキーのようにね、同じじゃないから、そこで考えてあげないと、ちょっと等しくなる。で、フロントサイドからそう、フルスピンになっちゃうと、サーブ要素が強いし、体がね、投げっぱなしになっちゃう。そこから落ちて、こう、やりっぱなしという。はい。
出口とセンターで当てちゃうと、センターで当てちゃうと今こっから先ほどそこを変えようとする、うん、音が削ってきたら内側に出るって食べたら、落ちてるとこをまっすぐ一緒に削っていきたいので、これ真横になると確実にこっちが落ちる。